長島一行一揆。長島一行一揆は、1570年頃から1574年に、かけての石山合戦に伴い、伊勢長島、現在の三重県桑名市、伊勢国と尾張国の境界付近を中心とした地域で、本願寺門とが放棄した一行一揆。織田信長との間で大きく分けて三度にわたる、激しい合戦が起こった。長島、現三重県桑名市は、もともと、 七島であり、尾張国と伊勢国の国境にある木曽川、伊比川、長良川の川口付近の和重地帯を指す。幾筋にも枝分かれした木曽川の流れによって陸地から隔絶された地域で伊勢国不穴郡にあったが、信長後期に美州河内長島とあるように、尾張国河内郡とも認識されていた。1501年、分岐元年、杉江の地に岩章寺が創建され、 蓮女の六つを蓮ンが住職となった。以後、本願寺門徒は、地元の国人領主層を取り込み、地域を完全に支配し、後に、長島の周りに、防衛のため中へ取りで、大取り取りでなどを徐々に増設し、武装化した。この付近には、岩生寺を、はじめ数十の寺院、道場が存在し、本願寺門徒が、大きな勢力を持っており、一種の自治勢力であった。 ここの実力者の一人、服部友貞は、河内一軍ワニの絵の坊主服部左、リ・ヒダリ、共振してお手に属さず、1560年、A63 年の桶狭間の戦いの時には、今川義元に降応して、信長を攻撃しようとしている。1561年、A64 年、織田信長は、尾張を統一したと認識されているが、この長島は支配していなかった。 1567年、A60 年8月、信長は、稲葉山城を落として、美濃国を平定したが、稲葉山城の戦い、城を落とされた、斉藤達沖は、河内長島へ逃げ込んだという。直後、信長は達沖を追って、伊勢へ侵攻し、長島を攻撃した。その上で、北伊勢の在地領主を服属させた。この年十一月、県女は信長に、美の、 伊勢を平定したことを祝う書状を送っており、まだ、信長と敵対したわけではなかった。1569年、永62年、信長は、北畠家が守る大川地上などを攻撃し、大川地上の戦い、伊勢を、ほぼ支配下に置いた。1570年、元気元年9月、本願寺の藩信長放棄、石山合戦に伴って、 当時の岩礁寺十字書位や、本願寺の傍観、下妻ためなりの激文によって、長島でも門徒が一斉に放棄。また、これにこして、北勢四十八屋と呼ばれた北伊勢の小豪族も一部が、小田家に反旗を翻し一気に加担した。大阪より派遣された傍観の、下妻来明ら,らに引きられた数万に及ぶ一騎衆は、 伊藤氏は上司を務める長島城を攻め落とし城を奪うと、続けて11月には、織田信沖の守る終わり、小木工場を攻撃。信沖を自害させ城を奪取し、さらに、桑名城の滝川和増を敗走させた。この頃、信長は、大見国で、朝倉氏、浅井氏と退陣しており、滋賀の陣、救援に赴くことができなかった。同年12月、信長は、 朝倉、浅井とは牧師、兵を引いた。1571年、元気2年2月、大見国、沢山城の磯野和正が信長に城を明け渡して、退却。5月には、横山城の木下秀吉が、約500の貨兵で、浅井則率いる、一騎勢、約5000を破るなど、大見では、織田軍が優位に立った。ここで信長は、北伊勢への出陣を決める。 5月12日、信長は5万の兵を率いて、伊勢に出陣。軍団は三手に分かれて攻め入った。織田軍は、周辺の村々に放火。5月16日にはひとまず軍を退こうとした。これを見た、一騎勢は山中に移動し、撤退の途中の道が狭い箇所に、旧兵、鉄砲兵を配備して待ち受けた。信長本隊と、佐久間軍はすぐに兵を退くことができたが、 援軍の柴田勝家が負傷。勝家に代わって、殿を務めた、宇家牧前と、その家臣数名が討ち死にした。この一戦により、長島一行一期はこれまでの圧倒的物量で、押し切る一期とは違い、撤退路での伏兵といった、作戦行動を取るなど、防衛能力の高さを、織田家に知らしめた。また、桑名方面から回路を使って、蔡が修羅の辞任や兵糧。 鉄砲などの物資が補給されていたため、伊勢湾の正解権を得ることも長島攻略には欠かせない要素であり、信長は長島に対しての進攻作戦内容の再考を余儀なくされた。1573年、天正元年8月に浅井長政、浅倉義景を滅亡させた織田家であったが9月には、信長は二度目の長島攻めを各省に通達した。 今回は出陣の前に、前回の反省から水路を抑えるために、次男北畑久豊織田信夫に命じて、伊勢大港での船の調達も事前に命じていたが、こちらは大港の海合州が要求をぶり、難航していた。信長からも北畑とものり、不防不死を通じて、海合州に働きかけたが、これも不調に終わる。それでも、織田軍は、 予定通り9月中に2度目の長島攻撃を完光した。9月24日、信長をはじめとする数万の軍勢が北伊勢に出陣。25日に大田城に着陣し、26日には一騎勢のこもる西別所城を佐久間信盛、橋場秀吉、庭長秀、八谷頼宝が攻め立て、陥落させた。柴田勝家。 滝川一馬すらも堺城を攻略し、10月6日には降伏させた。二人は続けて、近藤城を金堀州を使って攻め、立ち退かせた。10月8日には信長は本人を東別所に移動し、この時には、かよ城、伊坂城の春す部市、赤堀城の赤堀市、総武南城の大木須市、畜草城の千草市、長部下城の富永市などが、 相次いで降伏し、信長に人質を送って、教順の意を示した。しかし、白山城の中島証言は顔を見せなかったため、佐久間信盛、八谷頼高、庭長秀、橋場秀吉の4人に命じて金掘攻めをさせ、退散させた。ただ、大港の船の調達作業は、この時期に至っても進捗状況が芳しくなく、今回は、 長島への直接攻撃は見送らざるを得なかった。信長は、北伊勢の諸城の中で最後まで抵抗する、中島将軍の白山城を、様信盛、橋場秀吉、庭長秀、八谷頼宝に攻めさせて落城させると、10月25日には、八田城に、滝川和松を入れ、美濃へと帰陣を開始した。知り族最中、門戸川が、田芸山で待ち伏せし、 またもや弓、鉄砲で攻撃を仕掛けてきた。中には、伊賀、甲賀の兵もいたという。信長は、林通政を伝軍としたが、折り悪く、雨が降り出して、火縄銃が、使用不可となってしまい、白兵戦となった。林通政が討ち取られ、また正午過ぎからの風雨で人足がいくらか、小声死にするなどの損害を出したが、通世やケアイケの部隊の奮戦によって、夜に、 信長は、一気勢を振り切って、大垣城へと到着。10月26日には、岐阜へと帰還した。大港での船の調達が失敗した背景には、小岳より長島に肩入れをする、海岸州の姿勢にも要因があった。こうした中で、大港が、長島の将、姫野のひろの要請に応じて、足弱州、女や子供の運搬のためを出していたことが判明した。 この事実を知った信長は激怒し、極事であるので、姫野に組みした選手ともを必ず成敗することを命じ、山田三方の福島親子が処刑された。信長は、福島親子の処刑によって、長島に組みすことは資材に値する重罪であると、伊勢の選手たちに知らしめ、長島への人員、物資補充の動きを強く牽制した。1574年、 天正2年6月23日、信長は、美濃から、尾張国津島に移り三度目の長島攻めのため、大動員令を発し、織田領の全域から兵を集め、7月には、陣用が固まり陸と、海からの長島への進行作戦が開始れた。陸からは、東の市江口から織田信忠の部隊、西のが鳥口からは、柴田勝家の部隊。 中央の葉や小口からは信長本隊の三体が、さらに海からは、久喜義高などが動員され、機内で政務に当たる明智光秀や越前方面の、おさに残された、橋場秀吉など一部を除いて、主要な将のほとんどが三陣し、七から八万というおだけでも過去に例を見ない大軍が、長島攻略に注ぎ込まれた。主な陣容は、以下の通り。7月14日、 まず陸から攻める三部隊が兵を進め、が、鳥口の部隊が、正式の対岸の守備を固めていた、一騎勢を一周した。同日中に、早尾口の小田本隊も正気の江村を固めていた、一騎勢を破り、篠橋取りを、橋場秀長、浅井正貞に攻めさせ、小田岬に船を集めて包み場で、小田軍を迎え撃とうとした、一気勢も、庭長秀が撃破し、前が、主。 海老江島、カロト、ウグイグラ島の一気拠点を焼き払って、五名、愛知県や富市五名へと移動しここに八重した。翌7月15日には、九喜吉高の畑線を先頭とした大船団が到着。カニエ、アラコ、アツタ、オオタカ、モクタ、テラモト、オオノ、トコナメ、ノマ、内海、クアナ、シラス、ヒラオ、タカマツ、アノシン、クスノキ、 補足日など終わりから集められ、兵を乗せて、一気を攻め立てた。また、織田信夫もたるみ、鳥屋を、大東、小作、た丸る、坂内など伊勢から集められた兵を大船に乗せて、到着し、長島を囲む大河は、織田軍の軍船で埋め尽くされた。海陸、東西南北四方からの織田軍の猛攻を受けた、初鳥では次々と落とされ、一気衆は長島、や、長島、中江。 篠の橋、大鳥居の五つの城に逃げ込んだ。大鳥居城、篠の橋城は、織田信を、信宝に、大鉄砲で砲撃され、降伏を申し出てきたが、信長は断固として許さず兵糧攻めにしようとした。8月2日夜中、大鳥居城の者たちが城を抜け出したところを、攻撃して、男女千人ほどを討ち取り、大鳥居城は陥落した。8月12日、 篠の橋城の者たちが長島城で織田に通じると約束してきたので長島城へと追い入れた。しかし長島には何の動きも起こらず、牢城戦が続いて城中では多くの者が餓死した。兵糧攻めに耐えきれなくなった長島城の者たちは9月29日降伏を申し出て長島から船で退去しようとしたが、信長は許さず鉄砲で攻撃し、 この時に、県、おや、下もつらやキラを含む、モントシュー多数が射殺、あるいは切り捨てられた。これに起こった、一騎衆八百余が、織田軍の手薄な箇所へ、裸になって抜刀するという捨て身で反撃を仕掛けた。フロイス日本史によれば、これは不可兵だったという。これによって、信長の初兄である、織田信弘や弟の織田秀重など、多くの織田一族が戦死し、 700から800人、信長後期、または1000人、フロイス日本史ほどの被害が出た。ここで包囲を突破した者は、無人の人戸屋で支度を整え、多芸山や北伊勢方面経由で大阪へと逃亡した。この失態を受けて、信長は、残り屋、長島、中江の二条は、幾重にも、柵で囲み、火攻めにした。城中の2万の男女が焼け死んだという。同日、 信長は岐阜に向け寄陣した。こうして、門徒による長島林中の自治領は完全に崩壊。長島城は滝川和松に与えられた。桑名市多戸町下屋台にある野志里神社の境内には千人塚と刻まれた石碑が立っている。これは長島一行一期の際に討ち死にした人々を祀っているとされている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。